有本香織氏が小西議員へ苦言。こういう政治家に権力持たせたら、番組内容への介入を無自覚にやりそうだね。小西議員が暴言、がネットで話題。内容はこちら。有本香織氏の小西議員への苦言に小西議員が反応したようです。では、内容を見てみましょう。有本香織。こういう政治家に権力持たせたら、番組内容への介入を無自覚にやりそうだね。小西洋之、参議院議員。有本氏が信奉する安倍総理と磯崎氏、高市大臣が作った言論弾圧の放送法解釈を私の力で根こそぎ撤回させましたので、ご心配は不要です。なお、安倍総理の違憲、違法の解釈を撤回させたのはこれが初めてですが、岸田総理は昨年に宗教法人法解散命令で実行、他の安倍総理の悪解釈も全て撲滅します。小西議員は一体何を言っているのでしょうか。根こそぎ撤回なんかさせてました。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。暴言という夢を見た。パラレルワールドに生きてるんですか。リベソヨのヤバさを体現してますね。やっぱりこいつの認識力壊れてるわ。自分の妄想内で越に浸ってる。そんな話全然されてないのに、完全に暴言ですよね。次はこちら。こんなやべえやつ初めて見た。コミタン強すぎー。関係ない人物まで巻き込みながらシャドーボクシングしてるやつが突如として世界チャンピオンを宣言するみたいな。怪文書レベルのメモで国会空転させただけじゃん。立民のエースさんよ。あなた伝説だよ。小西、いつ辞職するの？この状況下でここまで強気になれるって、ある意味すごいですね。次はこちら。国会議員の権力をひけらかし、国民の言論の自由を裁判で恫喝しようとしている小西に、言論弾圧って言葉を軽々しく使ってほしくない。ご都合主義の反対意見は最大級の法的措置ってなんとかの一つ覚えで恫喝する。本当に国民の敵。スラップ訴訟を多用し国民を恫喝。国民も敵呼ばわりされたと相手に謝罪させた後刑事告訴。安全保障法制成立で亡命すると言ってたが、日本にしかも国会議員として居座る。今回は不確かな証拠で大臣を誹謗中傷。そしてその証拠に捏造及び守秘義務違反疑惑あり。なぜこんな男が国会議員を続けられるのだろう。小西の議員除名を求めます。国民の敵すぎですよ。最後はこちら。小西よ、なんで証人喚問やらんのだ。小西は相変わらず何言ってんのかよくわからないが、ただわかっているのは小西が国家公務員法111条の2で逮捕されるということだよ。ただこれを続けるとこの統一地方選前に立憲共産党にダメージ出そうやな。確実に統一地方選挙で大ダメージを受けること間違いなしだと思います。結論。小西文書をめぐる総務省の追加調査で解釈変更を強要されたことはないとされたことで、小西議員の主張が根本から崩れたと見る人も多いようなので、小西議員は自身が窮地に追い込まれそうだから強がっているのかどうかわかりませんが、暴言はダメだと思います。事実だけをしっかりと述べるようお願いいたします。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。